伊勢神宮内宮にある栄市見張所。神宮栄市とは、かつて、伊勢神宮に置かれていた、経営に従事する管理の章である。現在は、宗教法人である神宮の職員にその名が残る。神宮御鎮座当時は山和姫命に従って、伊勢に来た、物のノベと地根命の部下が経営の任に当たっていたと、されるが、その後、 大宮宮寺の悲観でケビー氏があり神軍内の悲劇を検察した。しかし、直接に宮中守護の任に当たったのは、ネギ、大内人等でありこれら神職が、神領の兵士等を指揮し比余番直した。その後、神領警護のことは武家に移り中でも、山田奉行は内宮、月宮の経営を第一の任務とした。江戸期の式年戦宮の特別警護には、隣藩の賭場藩が、 人にあたり、嘉永2年9月の仙宮警護には、鳥羽藩士330人が経営の任についている。その後大正10年、直令である神宮寺町官政の改正により、管理として、栄市長1名、栄市副長2名、栄市93名が置かれた。明治27年1月13日に、神宮英市長及び栄市に関する件が制定された。この際には、栄市長1名、 英氏12名が置かれ、いずれも犯人間の待遇とされた。明治31年8月12日には、神宮英氏長及び英氏に関する件が新たに制定されて、これによって、明治27年直令は廃止された。この際には、英氏長1名、英氏副長2名、英氏30名が置かれ、いずれも犯人間の待遇とされた。明治十三年四月一日には、 英氏の定員が40名に増加された。明治45年4月20日には、英氏の定員を直例中で規定するのを取りやめ、内務大臣が定めることとされた。また、英氏長を総任官の待遇とした。大正10年12月16日には、神宮英氏長英氏副長及び英氏副政の権が制定され、英氏長以下の制服が規定された。 これによると、英子長以下の副製は、清掃霊僧に分類された。戦後は、人数も半減し、管理の身分を離れ、宗教法人、神宮の宗教法人法上の規則である、神宮規則第31条に基づき、英子長、英子副長及び英子が置かれる。神宮規則第39条によれば、英子長は、上司の命を受けて、英子副長及び英子を、 指揮監督する A 氏副長は A 氏長を助けて経営業務を文章する A 氏は上司の命を受けて経営及び森林の警護に従事すると定められている。現在 A 氏らは神宮の事務組織である神宮寺長の経営部の職員として60名ほどの A 氏らが日夜神宮域内の守護に任じている。また神宮域内の自衛消防隊の任務も担っており、 消防車も配備されている。現在は、A 市長、A 市副長、A 市ともに、神宮寺長が定めている制服で、冬服は、黒のダブル6つ、ボタン3つ掛けで、ともぎれの検証付けのスーツ型、夏服は、灰色のシングル4つボタンで、ともぎれの検証付けのスーツ型、聖火服は、ライトグレーで、グレーの検証をつけた長袖シャツとグレーのズボン、甘いは、 濃紺色のダブル三つ掛けのトレンチコート、防寒服は黒のダブル三つ掛け八つボタンの該当である。階級章は左胸部に着用する。ネクタイは黒色または濃紺色のものとなる。聖帽には菊下紋章が帽章として用いられている。また行事に際しては制服に白の触手をつける。明治33年3月30日直例第91号。 明治45年4月20日直例第90号。ありがとうございます。